そういうことか。二人きりになっちゃったね。最初からずっと二人だったよ。そうだったね。これからどうなるんだろう。大丈夫だよ、心配しないで。だって姉さん、そうちゃんの。つまらぬだろう、人間は。
そう思わんか、総一君。あんたもどうせ債権者の類だろ。いくら俺を脅しても、汚い言葉を浴びせても、連中の居場所なんてわからないよ。こんな目に遭うのが分かっていながら、子供を置き去りにするような連中がそもそも教えているわけないだろ。君が内心ではそんなことを思っていないってことが私には見えるよ。私が不思議でならないんだろう。そうだね、少しだけ答えてやろう。昔から君を知っているから。では説明にはなるまいか。まったくくだらぬな、空虚な言葉など。眼前の現実の前には何の役にも立たぬというのに。それでも人は知りたがり、求めたがる。まあよい。君の、あるいは君たちの苦しい立場を知っていると言ったら、そこから抜け出せるようにしてやろうと言ったら、それでも君はくだらない質問で時間を浪費しようとするかね。本当にそんなことができるのか。どうすればいい？エージェントになるんだ、君が。エージェント？耳にしたことぐらいはあるだろう。情報を金に変える連中のことだ。国家や企業の秘密を暴き、パワーを得る。君ぐらいの子供なら、ちょっとした憧れを持つんじゃないかな。知っているようだな。だが我々が欲しているのは、窮乏したスパイの慣れの果てとして誕生したエージェントではない。そんなものに価値などない。私が望んでいるのは全く新しい形のエージェントだ。神に祝福されたギフトとインスピレーション、天性の真の才能を持ち、常人よりもはるかにこの世界の成り立ちを見極めることができる。そんな存在を我々は欲しているのだ。それが俺だって。そうだ。それが幸福なのか不幸なのかは君にしかわからないだろうがね。バカにしてるのか。この俺にどんな特別な力があるって言うんだ。言っただろう、全てをよく知る力だと。理解の力と研究所では呼称している。私はこの呼び方を好まないがね。理解？世界の断りに合うという意味だと覚えておけばよい。厳密には違うが、我々、私が設立した研究機関のことだが、これまでずっと研究を続けていた。優秀なエージェントを育成するための研究をね。限られた期間でいかに身体能力を向上させ、いかに知識を詰め込むか、外科的、薬物的な方法も取り入れたカリキュラムはすでに完成の域に達していて、今では改良の余地もない。そしてもう一つ、効率的なカリキュラムを開発するのと並行して、人間の本来持つ認知能力を向上させて、
エージェントの情報処理能力を高める研究を行っていた。そう、今でも人間の持つ認知能力、すなわち五感の能力を高める研究がそこでは続行されている。五感ってことは目や耳を良くするということ？それは身体能力の向上に過ぎない。我々が研究しているのはもっと根源的なものだ。人間の体に備わっている五感は、実際には君たちが考えているほどにはうまく機能していない。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、これらの感覚は本来ならば連続させ密接に相互作用させることでさらに世界を詳しく知ることができるのだが、君たちは五感と呼ぶようにこれらの感覚を独立させ別個のものとして分割して捉えているため、無意識下でわずかに使用するだけで本来の機能の数パーセントも引き出せていないのだ。そのおかげで人間は世界を分割し、時間も空間も分割して認識してしまう。ある意味この世界では盲目に近い存在だ。まったく、これが誰かの仕業だとしたらひどいことをしたものだ。無論人間ごときにはそれで十分なのだが、しかし選ばれた存在が高みへと上り、より優れた存在となるにはよりよく知る力、すなわち理解の力を少しでも多く取り戻すことは不可欠なのだよ。人間より優れた存在って神様にでもなろうというのか？やはり思った通り、いやそれ以上に悟い、君は注意深く、いや無意識に隠しているのだろうが、ある面では大人と全く変わらない知性を持ち合わせているよ。その未熟な体ではとても負担だろうに。まあよい、神に近づきたいのなら覚えておくがいい。まず世界全体を、大海を覆い尽くすような一つの大いなる波だとイメージするのだ。その波は多くのさざ波を含んでいるが、これらはすべて大いなる波とつながっていて、決して途切れることはなく連続している。つまりさざ波は常に大いなる波の一部であり続け、視点を変えれば常にその中に大いなる波を内包し続けているということになる。だからこそかすかなさざ波を知ることで大いなる波そのものを理解することも不可能ではない。そう、さざ波に過ぎない人間が世界すべてを知ることを可能にする力、それが理解の力だ。少し脱線していたようだ。怯えることはない。優れたエージェントを、時代の要請に耐えうるエージェントを育成するためにはさらなる情報処理能力が必要とされる。そのためには物事を分割して捉えるのではなく、物事をより広く連続したものと捉え、相互の関係から読み解いていく能力が必要とされる。そして我々はそのような研究をしている。私が話していたのは詰まるところそれだけの話だよ。もちろん君が優れたエージェントとなるためにも
それは不可欠な力だがね。どうした？魅力的な話だろう？迷うことはない。君の中にその能力が存在していることは保証しよう。少しくらいは知っているだろう。優れたエージェントが巨万の富を得るのを欲しくないのか？金が。俺が欲しいのは数年後に得られるかもしれない金じゃない。今の俺たちの暮らしを守ってくれる力だ。分かっているとも。私はそのために来たのだから。取引しようじゃないか、総一君。取引？私の手を取れ。私の研究機関でエージェントとしてのカリキュラムを受け、君の持つ能力を発現させるのだ。そしてその命を落とすまで我々の実験の素体としてその体を差し出すがいい。本気か？そんな取引に応じると思うのか？君は必ず応じるよ。もちろん金は十分に出そう。君たちがあの家を手放さずに済み、そして君にとって大切な人間が何不自由なく暮らしていけるくらいのね。それに研究機関といっても監獄ではない。確かに一切の行動の自由は奪われるが、君はカリキュラムを受け最強のエージェントとして育っていくことができる。そうなればいずれは持てる力を駆使して研究所を脱走するなり破壊するなりして自ら自由を回復すればいい。その暁には私も後を追うまいし、それまでの協力に報いるためにも相応の報酬を与えよう。もちろん君が自由を回復したということは最強のエージェントになったということだから、そんな金などすぐにはした金にしか見えなくなってしまうだろうがね。どうだ、悪くない話だろう。もちろんそこが非人間的な場所であることは否定しない。君は何も得られぬままモルモットにされて死ぬかもしれないが、それでもかけてみる価値はあると思わないかね。エージェントか。汚い仕事だな。ああ、とても汚い仕事だ。組織が個人が隠匿した情報を、秘密を暴き立てる。それも必死に隠したい秘密であればあるほど価値は高まる。そしてそのように隠されていた情報は大抵見せたくないものか見るに耐えないもので、どちらにしてもとても醜悪で、それを見てしまった人間の魂を汚してしまうようなものばかりだ。そうとも、とても汚い仕事だ。本当は全てこうなるようにあんたが仕組んだんだろう。俺に選択の余地がないように追い込んだのも全てあんただ。どこまでを指すのかは知らないが、否定はしないでやろう。
もしそうだったらどうする？私が君たちの家族にどんなひどいことをしたというのかね。それは本当は分かっているんだろう。たとえこの事態を引き起こしたのが私だとしても、たとえ私が背中を押したとしても、だけど君たちの家庭はそれくらいで壊れるくらい脆かったんだろう。もう壊れていたのだろう。手遅れだったのだよ。そうだとしても背中を押したのがあんただということを俺は忘れないからな。どうして私を恨む必要がある？むしろ君は感謝するべきではないかな。選択肢はイエスかノーしかないにせよ、ともかく君は選ぶことができるのだよ。そしてその選択によって本来なら何の力もない子供に過ぎない君が大切な家族を救えるのだよ。これほど喜ばしいことはあるまい。それに君のような人間がまさかこのまま何もしないということは私にはとても考えられないが、ただ一つだけ。君が思い至ってないかもしれないから忠告しておいてあげよう。君の存在自体が実は君の大切な姉さんの負担になっていると君は一度でもそう考えたことはないのかね。どうして？彼女は今まで自らの貴重な時間を君のために費やしてきたんじゃないかね。君の存在がずっと姉さんの可能性を奪ってきたとそう考えたことはないのかね。君さえいなければ姉さんにはもっと別の未来が開けるかもしれないとは。黙れ！君は必ずここに戻ってくる。そして私に敗北するだろう。どうしたの、そうちゃん。また知らない人に何か言われたの？そうちゃん、そんな風にうつむいて人の顔色ばかり伺わなくたっていいんだよ。ゾウちゃんが間違ってないこと分かってるからね。さあ顔を上げて、みんな話して。別に大したことじゃないんだ。これから先どうなるんだろうって不安になったんだ。それだけだよ。そんなことか。安心して、姉さん学校辞めて働くから。何言ってるんだよ。せっかく入った学校なのに、成績だってすごく良かったし、勉強だってすごく好きだったじゃないか。それに姉さんの年じゃ働いたって大したお金にならないし、だったら俺も。ダメダメダメだからね。そうちゃんはきちんと学校に行くんだからね。姉さんだけで十分お金は稼げるから。そんなわけ。
姉さん、まさか。心配しなくていいんだよ、そうちゃん。大丈夫。大丈夫だから。女の子はね、男の子より少しだけ早く大人になれるの。ましてや、私はお姉さんなんだもの。そうちゃんよりずっと大人なんだよ。そうちゃんの手や足が伸びて、姉さんを追い抜いてしまうくらいの間、そうちゃんを守ってあげられるよ。そんな、姉さんだけ不幸にして俺だけそんなことできるわけないじゃないか。そうちゃん、幸せかどうかなんてその人にしかわからないものなんだよ。じゃあ姉さんはそれで幸せなの？うん。やっぱりおかしいよ。私、どこかで間違えたんだ。どうしてそうちゃんがこんなことに、こんなことって、こんなことって、うまく言えないけど、何かおかしい。違うよ。姉さん、どうしたら。大丈夫だよ。姉さんは何一つ間違っていないから。ほんの少しの間だよ、姉さん。すぐに大きくなるから。すぐに大きくなって姉さんを迎えに来るから。でも、そうしたらずっと一緒に暮らそうよ。そうちゃん、だから俺のこと待っててよ。姉さんにはずっと笑っていてほしいんだ。いつだって幸せでいてほしいんだ。だからお願いだから、分かってほしいんだ。悲しまないでほしいんだ。うん、待ってる。
ちゃん、起きてる？起きてるよ。入ってきたら？おはよう、そうちゃん。こんな朝早くにごめんね。ちょっとお話があるんだけど。ちょっと待ってて、すぐ着替えるから。やっぱりちょっと出てるね。着替えたら行ってね。それで話って？あのね、大学の同じゼミにドクターの方がいてね、大田原さんって言うんだけど、うちの先生と共同研究を行っていて、連名でいくつも論文を発表していて、学会ではかなり有名な方なの。大学で非常勤の講師をしながら研究を続けているんだけど、すごく真面目な方で、後輩の指導にも熱心で、学部生や院生の評判も良くて、姉さんとは5つくらいしか違わないはずなのに、姉さんとは比べ物にならないくらい優秀な方なの。ふーん。それからチタンフレームのメガネがキラッと光るのがちょっとかっこいいかな。姉さん、数理統計とか尺度解析とかパソコンも少し苦手だから、よく教わっているうちにちょっとした世間話ができるくらい親しくなったの。一人暮らししているって言ったら心配してくださって、夜に電話をかけてきてくださったり、大抵は研究テーマの話なんだけどね。それから続きがあるんだろう？うん。それでね、昨日の夜の話なんだけどね、大田原さんから電話があって、いつもみたいにお話ししていたらふとおしゃべりが途切れて、どうしたのかなって思ったら、私とお付き合いしていただけませんか、梶原さんって言われて。それでね、姉さんてっきり実験データの整理の話かなって思ったから、わかりました、そちらにはいつからお伺いしたらよろしいですかって尋ねたら、ちょっとびっくりされて。そうではありません。説明不足のようなので詳細な仲介を加えますが、私、大田原美月は梶原優奈さんに結婚視野に入れた真剣なお付き合いを申し込んでいる。さっきの発言はそのような意味に解釈してください。この申し出は、もしも梶原さんに現在お付き合いしている方や気になる方がいなければという前提条件の下で発言されているわけで、決して困らせたり悩ませたいわけではありません。少しだけ私の発言について考えていただいて、できれば近いうちに所見を述べていただきたいということです。もちろんその所見がネガティブなものであっても、私にとって梶原さんは良き友人であり優れた研究者であることに変わりありませんし、よろしければ梶原さんにとっての私という存在も以前のままであってほしいと思っています。でね、電話を切るまでの間、ゆっくりすごく丁寧に話されて、姉さんまるで教室の一番前の席で講義を聞いているみたいに緊張しちゃった。へえ、つまり告白されたんだ。そうみたい。それで姉さんはどうするの？今
は午前中は講義だし、午後はゼミがあるから、それが終わったらきちんとお話ししようって思ってるけど、やっぱり大学の中ではこんなこと話せないから、学校の近くの公園がいいかな。あ、でもそうすると今日帰ってくるのが遅くなっちゃうし。ねえ、そうちゃん、姉さんどうしたらいいかな。どうって聞かれても、俺が付き合うわけじゃないし。姉さんはその人のことをどう思っているの。いつもお世話になっているから、いい人だなって、とても尊敬しているし、でもそんな風に思ったことなくて。でも姉さんそんなこと言われたの初めてだったからびっくりしたけど、ちょっと嬉しかったかな。姉さんがそう思うんだったら。いいんじゃないかな。行ってきなよ。え？ああ、分かった。冗談だよね。姉さん、ちょっとはしゃぎすぎてたから。そうちゃん、冗談言ってびっくりさせようとしてるんだよね。違うよ。本当にそう思ったんだ。そんなことって、でもそうちゃんはそれでいいの？どうして？だって今日の晩ご飯遅くなっちゃうし、それに姉さん、そうちゃんのハックルベリーフィンになるって。姉さん、今はもう姉さんに面倒を見てもらわなくったって、一人で何だってできるさ。実際これまでそうやってきたんだし。でもあれから8年も過ぎたんだよ。姉さんだっていつまでも子供みたいな遊びをしてる場合じゃないだろう。それに俺だってもう昔のままじゃないんだ。後戻りできないくらい変わってしまって、姉さんが知っていた頃の姉さんの弟だった俺なんてどこにも残っていないんだよ。だからハックルベリーフィンの振りとか姉さんの振りとか、そんなバカみたいなこと無理してする必要なんかどこにもないんだ。俺と姉さんはとっくの昔に赤の他人だったんだからさ。姉さんは姉さんの人生を、俺なんかに邪魔されない姉さんだけの人生を自分の好きなように判断して生きていけばいいんだよ。わかった。ごめんね、そうちゃん。おかしなこと聞いて困らせちゃったよね。今から姉さん学校に行ってくるから、お留守番しててね。姉さん。ん？
外まで送るよ。